おはようございます。ただいま8時過ぎになります。お二人とも乗り込んでおりますね。ポミもサムも、そして私も。去年と多分全く同じ格好だと思うんだけど、これがね、ガリの清掃でございまして、お父さんもなんか同じような気がする。どうかな、一緒じゃないよ、去年は。あ、そうだ、ブレイブスの T シャツ着てるんだ。お父さんは似たような感じだけどちょっと違う格好ですね。下のパンツは一緒だけど。ね、ナムニャン、お出かけなんだよね。ポミのテンションの上がり方、ナムちゃんも超やる気でしゅね。よろしくお願いしますね。じゃあ今日は一日楽しんでいきましょう。まあ、ということで、ちょっと眩しいけど、約2時間ぐらいですね、お父さんにですね、運転頑張ってもらって向かおうと思います。行ってきます。到着しました。やっぱちょうど2時間だったね。もう見て、ポミの笑顔、ガタガタ道を走り始めてからニッコニコでやる気満々。今日は私、人間の分もワンコの分も日焼け止めを忘れまして、ちょっと今途方に暮れておりますが、お父さんも日焼け止めはしっかりしようと思ってたみたいなので、忘れちゃったって言ったらって言ってたけど、まあ仕方ない。また超日焼けするだろうな。お仕事ですね、早いですね。ファーム入りました。奥の方行って取ってこよう。バッグは1個ね。何アップル、かい、ジョナサン入ってみる。うん、食べておいで。よし、見ていきましょう。おいしそうなのあるかな、探してね、ポミ。もう早速分け合って食べてますね。よかったね、おいしい。リンゴちゃん、そのままかじってごらん。サムちゃんそのままかじれんな。サムちゃん、それ汚いって。土ほら、嫌でしょ。カリカリしなくていいよ、カリって。取ったけど、もうみんな、ああ置いたの。うん、笑顔でやんじよ。うまかったね。木に巻きついちゃって、なんかまたぐるぐる回ってんだけど、ずっと。なむちゃん、なむちゃん、そこって。うまくいったね。その昔ぐるぐる回ったことあるんだ。そうだね、その瞬間だけお前に見られて何してるんだよ。食べながら歩いておりますが、この辺の木、うん、一緒じゃん。まあ、この赤いの美味しかった。ゴールデンデリシャスも美味しかったね。じゃあお父さんに取るの任せて、私持ってる。重たい、これ。結構腕食い込んでる。ああ、泣いてる。この隣は、これ、うん、あ、うん、結構虫食い多いね。全部開いてる。じゃあ違う木にしたら、うん、うん、私が食べてるからすごい見てる。結構食べてる、ポミもさんもね。これはまだ大丈夫。うんね、寝てください。ポミちゃん食べんの、おしゃれしないの。はい、どうぞ。大きい方取ろうとしてる。ちっちゃいのね、ポミの。はい、のーにょ。はい、タミちゃんも。はい、のーにょ。うん、いいね、いっぱい食べれてね。落ちてるのは食べないね、やっぱりね。匂いは嗅ぐけど、私とお父さんがあげるのだけしか食べないね。うまいね。サムちゃんよくパンで食べてます。ポミくんもサムちゃんも嬉しい。サムちゃんはね、日向歩くけど、ポミは涼しいとこちゃんと選んで歩きますね。頑張れ。よく頑張ってかじり取ってる。おいしい。上手じゃん、ポミ。できるじゃん。ガニガニさんに鍛えただけあるね。上手ですよ、ポミナ。なんか怒ってるけど、あ、でも結構食べてるね。あ、上手上手。すごいね、ポミね。タウちゃんはいいの、うん、痛いてて指噛んでます。ガニガニさんね、普段鍛えてるもんね、ポミね。上手ですよ。奥歯使って噛んでるね。前歯じゃやっぱり硬いから、食いちぎれないからだろうね。取った。ああ、怒ったやつ。あ、ゴリって言った。もういいかい、美味しいでしょか。うん、これで最後ね、もうおしまいよ。振ったのでやんちゅよって言ってる。まみれ、はい、行くよ。はい、ごちそうさまでした。まみ、行くよ。なんででやんちゅかねみたいな感じだけど。ごちそうさま、いっぱい食べたね、楽しかったね。行きましょう。今年もバッグいっぱい取ってきたね。ポミもちゃんと日陰入ってお利口です。ん、ポミだ、こっちだって。私はこっちを言うてるよ。ブブ乗ってお水飲む。ご機嫌だね。タムちゃんはご機嫌。やっぱこの子たち、ほら地面が近いから、目の周りとかにいっぱいホコリがつくんだろうね。顔が汚れてる、サムちゃん。サムちゃんはでも顔の汚れしか分からないけど、ポミは全体的になんか薄汚れたよね。
シャンプーだね、ポメね。お水飲んでください。それではね、ポメ様、水分補給しましたので、とりあえず町の方行ってみようと思います。とりあえず町着いて、車止めました。いつものね、パン屋さん行ってパイ食べて帰ろうってことになりましたので、そんなにすごく混んでなくてね、今年ね。ちゃちゃっと行ってきましょう。お父さんパイ買いに行ったのでね、なんか舐めてたけど、一番奥の席空いたので、まあ通ります。お父さん来ました。たっぷりのアイスクリームが乗っておりますが、1個お土産も買ってきてくれた。美味しそうね。ここのパイはいつも楽しみなの。いただきましょう。よし、ではね、いっぱい食べたので行きましょう。お土産重い、ずっしりだね。美味しいバニラアイスクリーム買って温めて食べよう、お家でもね。車戻ってまいりました。今12時半ですね。昨日のカニご飯をおにぎりにして持ってきてるので、まあアップルパイ食べたんだけどね、おにぎりね、お昼にして車の中で食べながら帰ろうと思います。今年も楽しかったですね、お父さんね。はい、頭めっちゃ帽子かぶってたからぺったんこになってるけど、なんかこう線がついてるけどね。まあとりあえず安全運転で帰ろうと思います。お家帰ってきました。ふえくん、さっきまでおかえりおかえり言ってうろうろしたんだけど戻ったね。ありがとうね、おろしばね、さにくね。今2時半ぐらいですね。やっぱりちょうど2時間ぐらいだったね、帰ってくるのもね。ということで、こちらがリンゴさんで、こちらがアップルパイのお土産なので、お茶おいで。赤いのよりね、緑のやつの方が私は好きだったんだけど、今回ね。おかえり、おにゃパトロールしてきたの？ありがとうね。もう疲れたよ。ゆっくりしてていいからね。あ、ポメちゃんもバチバチだね。すごい。いっぱい汚れたね。リンゴさんいっぱい取って頑張った証拠ですね、ポメだね。じゃあとりあえずね、この辺片付けて、少しゆっくりしましょう。帰ってきてからお父さんずっと雨降って見ておりますが、タムちゃんねんねしてね、疲れてんだけど、ポメとサニクはね、そこの奥入っておりますが、私はお掃除やらお洗濯やらして、編集ちょっとしてたんだけど、もう疲れたなと思って今ね、ソファーでゴロッと横になって休憩しておりますけれども、もうちょっとでね、ドライヤー終わるので、それ畳んで、今日の家事は終了かな？眠そう、サムちゃん。少しお休みしててください。ちょっと風が強いね。ということで、ちょっとまあ今日ホコリっぽくもなったからね、1試合終わって霧もいいので少しプール行ってきましょうということで、ジャグジー入って温まってね、帰ってこようかなと思います。気温はね高いんだけどね、お水入るとね、この風だとね冷えるだろうね。プール着きました。横になってますけど、お父さんは脱がずに横になってるけど、子供たちが遊んでて珍しくちょっとにぎわっておりますが、少しでゆっくり横なってジャグジー入ってすっきりしてね、まあとにかくねゆっくり休憩しようと思いますね。タオル忘れ物みたい。いつの間にか誰もいなくなり、とても静かになりましたが、プール最後にジャグジー入って体温めて、冷たいんでしょ？じゃあお家帰りましょう。はあ、リラックスできたね。ちょっとお昼寝してジャグジー最高だね。お家帰ってまいりましたので、この子たちもシャワーだからね、今日はね、みんなでねシャワー浴びようと思います。シャワー後のおトイレタイムです。ポメマ様もシャワーすると絶対おトイレ行きたいのね。お水の音がするからなのかな、なんだかわかんないけど、とりあえず絶対にね。サムちゃん我慢するんだけど、もうポメはドライヤー終わって乾かし終わったらもう一目散ここ来ておトイレおトイレ言ってるんですね。あ、お仕事もするのかな。あ、違う、サムちゃんいろんなとこでチしてる。終わりましたか？お父さん来ましたけど、まだ暑いみたいな。お父さんね、よし、じゃあ入ってご飯にしましょうね。お父さんね、試合目でおりますが、終わったの？まあお父さんも私もそんなにお腹空いてないんだけど、食べないと食べないでお腹空いてね、寝れなくなるだろうからということで、ご飯にしようかなと思うんですが、味玉のけた玄米ご飯ですね。あとはほぼほぼメニュー一緒なんだけど、今日このオクラの梅あえだけ作りましたね。お肉はどっちかね、食べきりたい、これかこれかね、ということで食べようと思います。あ、お水にするんだ、ビール入れてたのに。てかいっぱいお水出てるよ、お父さん。じゃあ昼飲みましょう。じゃあ食べましょう、はい、いただきます。
ただいま1時20分ですね。お、来ましたけど、春巻さん持って。食後あまりにも私眠くて、ここで眠ってしまいまして。そしたらお父さんも一緒に寝てたね。ちょっとお仕事したりしてたけど。で、ポメトさんもお父さん、寝の前のトイレ連れてってくれましたので、お父さんこのまま寝るのかな？まあ、とりあえずね、電気消したり、戸締まりしたりなんだりして、寝ておさぼりしたので、少しね、編集ねしてからね、私はベッドに行こうかなと思っております。一生懸命歯磨きしますね。大工おやすみ。大工今日留守番どうもありがとうございました。みんなで帰ってきてガレージのドア開けたらね、サニくん待っててくれて、にゃーおにゃーおって言ってね、帰りお帰りって言ってくれましたね。サニくんがリンゴ食べるんだったらお土産あるんだけどね。食べる？サニリンゴ。まあきっと食べないだろうなと思ってるので、一度もあげたことないんだけど、ちょっと今度ね匂い嗅いでもらおうかな。ねえサニくん、どうかね、気に入るかな。まあでも興味ないだろうね。パンは若い頃ちょびっとかじったかな。生クリームもちょっと舐めたことあるかな。お肉もね、ハムは食べたけど、その他特に興味なかったし、もちろん野菜興味ないし、きっとフルーツもないと思うけど、今度ねリンゴ剥く時ね、サニ君も匂い嗅いでみてください。今日も一日ありがとうね。ゆくねねしてください。おやちゅみおやちゅみおやちゅみ、サニ君くおいおおやちゅみくっぽい。おやちゅみ。うきゃくびー。ぽみくもおやしみ。ぽみはもうシャワーした後ずっとここ入ってね、よく眠っておりますね。持ち帰ってきてからもね、ここ入ってね、よく眠っておりますが、テンション上げてたのがね、疲れたんだろうなと思うんだけど、ずっとご機嫌さんでね、ニコニコでしたね。ファーマになってるリンゴ、結構小さめ小ぶりなんだけど、まあそれ1個分は食べてないかなとは思うけど、お父さんと私がね、味見したやつをですね、少しずつもらって食べておりました。リンゴうまうまだったね。ポミ君一緒にお手伝いしてね、美味しいリンゴ取ってきたもんね。お土産もいっぱいあるんだよね。ちょっとずつおやつで食べようね、リンゴちゃんね。そのまま食べてもいいしね、ポミ君の好きなね、リンゴのヨーグルトさんのケーキにしてもいいよね。移動しましたけど、もう眠いでやんちゅからさーって言ってんのかな。ポミ君はね、お出かけするととてもおりくさでね、まあ時折ね脱線して何か匂い嗅ぎに行ったりするけど、基本的にはねくっついて歩いてね、常にニコ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 しておりまして、とにかくね、嬉しくてね、楽しくてたまらないんだろうなと思いますね。ポミタン、シャワーもしてフルコースだったからね、首輪も明日お洗濯するからね。ポミ、今日はもう疲れたからね、ゆっくり休んでください。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝ねしてください。おやちゅみおやちゅみおやちゅみ、ポミググッポイ、おやちゅみグッポイ、おやちゅみ。お嬢は本日も特等席で寝しておりますが、私がソファで寝てた時はサムチャとサネフが2人でくっついて私のね足の間にいましたけど、お耳めぐいてますわよ。でもでもおやすみ。疲れたわよ。なんだよね、ナムニャね。サムチャは車の中もね全然寝てなくて、外を見るのとお父さんのねお膝乗るのに必死でね、行ったり来たり行ったり来たりしててね、帰ってきてからもね眠くてうと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 してるんだけど、お父さんいるから遊んでもらいたくって頭カクンとかしながらね、うとうとはしてたけどね、寝てなくて、なのでね、私たちはプール行ってる間にね熟睡してたんじゃないかなと思うんですが、でね毎回ねサムちゃんのが先シャワーするんだけど、シャワーの後もポミがねシャワー入ってるからね、興奮してね行ったり来たり行ったり来たりずっとしてて、その後も眠くて眠くてしょうがなくてね、頭カクン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 させながらね、お行きましたけど、あ、お水飲みだね。サニクギだ。お父ちゃんと一緒がいいの。サムちゃんおかえり。私もようなね、まあとにかくね疲れてて寝たいんだけど、気になってなかなか眠れなくてね、私たちがここで横になり始めてるね、まあやっと落ち着いてねゆっくり眠っておりますね。そして今日リンゴちゃん行ったじゃん、いっぱい食べたでしょリンゴちゃん。最初はちょうだいちょうだいしてたんだけど、後半ねちょっとお腹いっぱいになってきたみたいでね、リンゴよりも他のことが興味あってね、うろ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 していろんなものに匂い嗅いだりしておりましたが、みんなでお出かけ楽しかったよね。サミちゃんもねお出かけ行ってお外出るととってもお利口さんにしてくれて、もちろんポミよりもね脱線多いけど、まあでもねちょっと離れるとやっぱりね怖がりさんなのね、急いで走ってね近寄ってきてね、お散歩に比べたらね脱線も少ないし、離れる距離も短いかなと
思うんだけど。マリコ車だったね、今日もね。ありがとうね、いつもマリコ車でね。疲れてるのよね。目目が赤いじゃない、サムちゃん。おねんねしなさい。いいにゃん、サムちゃん。今日最高じゃん、お父さんも。何具もいて。うん、いいにゃん、食を。食を入って、お父さんの山暮らしねんねしてください。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねしてください。おやじゅみ、おやじゅみ。えんじゅみ。サムちゃん、グッベイビー。おやじゅみ、グッベイビー。おやじゅみ。お父さんね、小さい頃のソファで眠ってしまいましたが、サニくんもサムちゃんもいて、しかもサムちゃんどういう寝方してんの？顎向いてるだけじゃん。それで寝寝できないと思うけどな。ちょっと狭そうだけど。みんなね、近寄ってきてくれるからね、あったかいしね、嬉しいんだろうなと思うんだけど。まあもしかしたらそのうちね、こっちのね、足伸ばせる方のソファ移動するかなと思いますが、とりあえずね、こちらで眠ってもらおうと思います。じゃあお父さんもおやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま3時過ぎになります。まあね、少し編集してベッドルームやってきたんですけど、その間ですね、お父さんも含めね、みんなね、ぐっすりね、よく眠っておりました。ということで本日はまあもう恒例になったかなと思いますけれども、リンゴ狩りに行ってまいりました。一番最初に行った時だけお父さんと私2人で行ったんですけど、で翌年は行かなかったんじゃないかなと思うんですが、まあその次の年からですね、まあなので今年で4回目かなになると思うんですけれども、ポポとサムと一緒に行くのはね3回目になるんですけれども、サムちゃんね一番ね最初の年はね超チビさんでね、バッグに入っていて、去年はねお父さんの会社の方もご一緒して、今年はね家族のみでね、のんびりまったりとね、行ってまいりまして。去年ね、土曜日に行ったのかな。もっとね、ファーム自体も混んでたし、街もね、ごった返してたかなと思うんですけど、今日はね、まあ平日に比べたらもちろんね、人は多かったかなとは思いますけれども、木と木の間の通路もですね、ほぼほぼね、他の方々とね、一緒になったりもしなかったかなと思います。まあもちろん私たち奥へ行って、できる限りね、あんまり人がいない方に行ってたっていうのもあるかもしれないんですけども、リンゴ自体もね去年の方のが少なかったかなと思って、かなりね探してね選ばないと、もともとね小ぶりなリンゴなんですけれども、今日取ってきたぐらいの大きさのリンゴちゃんたちもねあんまりなかったかなと思うんですが、まあそれもタイミングかなとも思ってね、今日行ってよかったなと思っております。街の方もねちょびっと行きましたけれども、いつもねお話ししてるかもしれないんですが、本当にね可愛い街で、メインの道路のほんと一角です。すごくねコンパクトはコンパクトなんですけど、電池が消えましたが、なんだろうな、趣があってねすごくね雰囲気のある街なんですが、飲食店と、まあ飲食店の中でもアップルパイ専門のお店とパティオがあって、クラフトビールがあったり、もちろんリンゴの街なのでねリンゴのメニューがあったりね、まあいわゆるレストランと、かわいいね雑貨とかね、まあ、お土産屋さんみたいな感じのところもあるんですが、そういったお店がまあ道路を挟んでね立ち並んでるんですが、まあ私たちねポミサムがいるので、今日はパン屋さんのね近くに車止めてパン屋さん直行して、その他のところは行かなかったんですけど、私たちがね気に入ってるパン屋さんはその道路の一番ね端の方にあるので、今日はそこで車で通ってきただけなんですけど、2回目に行った時かな、確かガレージのドアの横に小さいねリンゴの絵が描いてあるトートバッグみたいな、ほんとこのぐらいの大きさなんですけどかけてあるんだけど、お父さんの小物を入れるようにかけてるんですが、それねジュリアンの雑貨屋さんで買ってね、今も気に入って使っております。今日取ってきたリンゴはどうしようかなと思ってるんですけど、もちろんそのまま食べてもいいしね、おやつだったりねお料理ねいろいろ作ってみようかな、どうしようかななんて思ってるんですけども、ホールでねアップルパイは一つ買ってきたので、アップルパイはねなので一つあるから、私作るならアップルパイじゃない方がいいのかな、どうなのかななんて思ってるんですけども、まあとにかくですね今日ね持ち帰ったものですね、美味しくねいただきたいなと思っております。まあうち毎年恒例行事いくつかあると思うんですけど、リンゴ狩りもですねその行事の一つになったんじゃないかなと思っておりまして、また来年もねポミサムと一緒にリンゴ狩り行ってアップルパイをね食べたいなと思っております。まあということで今日はプールでもちょっとお昼寝して、食後ソファでも寝ておりましたが、まあ体がね疲れてるよ、休みなさいって言ってるんじゃないかなと思いますので、本日はですねこのあたりで終わりにして電気消して休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。